Hello everyone! Welcome to Art in School! 皆さんこんにちは。アート英語学園チャンネルへようこそ。私はアート英語学園の会長、さつきと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて今日は褒めるということについてお話ししたいと思います。子育てもそうですけれども、教育っていうのは褒めてね、育てるっていうのが非常に今主流になっておりまして、こうどんどん叱っていくとね、へこんでしまったりとか、自信を失ってやる気をなくしてしまうので、もうとにかく褒めて褒めて子供にやる気を引き出そうということで、まあ、私もですね、褒めるということに関してはもう本当に日々努力努力でございます。でそうなんですけどもね、褒めるという目的はですね、おだててやらせるというようなこともありますが、生徒子供に自信を持ってほしいということですよね。で、ただですね、自信っていうのって、故意に作れるものじゃないと思うんですよ、ある一定以上は。で、どういうことかと言いますと、本当にもう褒めて褒めてね、やるお家ありますよね。で、本当にそれは別に悪いことではないんですけれども、その褒められて、あなたはすごいできるんだよ、やればできるんだよ、やればできるんだよ、その気になればできるんだよって言われて身についた自信は、意外と脆いこともあるということなんですよ。はい。で、そういう方っていうのはですね、こう実績に基づいた自信ではないので、今はできないけれども本気を出してその気でやればできる子だっていうふうに、おだてていくしかないわけじゃないですか。実績があるわけじゃないからね。なので自分やればできる、やればできるっていうふうにずっと思って、もうそれをずっと10年ぐらい思っていて、いつやるんだっていうね感じで、受験を迎えると、小学校中学校あたりはそれでもなんとか行くんですけど、高校になって、大学受験っていう時になると、やっぱり嘘もごまかしも効かないのでね、本当にどうするのってなって、こうポキッと言ってしまうみたいなことがあります。で、やはりですね、もちろん褒めることは大事ですし、必要以上に叱るとかけなすとかっていうのはもう論外だとは思いますけれども、やっぱり一番大事なことは、本当に実感として、自分できるんだっていうね、自信を本人が持っていけるようにしてあげるということなので、ある程度負荷をかけるというかね、無理をするっていうか、要するに頑張るってことなんですけれども、特に褒められたりご褒美もらったりとか賞もらったりとかしなくてもね、頑張っていく。で、その姿を私はちゃんと見てるよっていうのは本人に知らせてあげる。それで昨日できなかったこととか今日できるようになったとか、そういえば少し前まで知らなかったけど今こんなにたくさんのこと知ってるよねっていうのを本人が実感して、それが自信になっていくと、その自信は誰にも奪うことはできませんし、多少何か失敗したりですで悪い点を取ったりとかしてもですね、次頑張ろうみたいにすぐにね立ちなることができるんですけれども、もう本当にわー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 ってこうできるんだよ、できるんだよ、大丈夫だよってこう、もう言葉で褒めるだけで褒められてきたっていうのは、何かあった時に本当にもろくポキッといってしまうの でしかも本当にその何もね頑張ってないのに褒められるばっかりだと、本当に頑張るっていうことを実感せずにいってしまうので、何でもねこう楽して、こう、要するに真ん中ねの面倒くさいところのプロセス飛ばしてすぐ結果みたいな感じにね、ある意味ちょっと人生にせっかちになるっていうのかな、そういうのもあったりして、本当難しいですよね。はい、ということですので、褒めるということプラス本当にこう頑張るっていうのが、辛いこともあるけど楽しい快感でもあるんだなっていうのを人生していけるようにっていうのをですね、日々考えて努力しております。皆さんも頑張ってください。はい、自信はね褒めることだけではつきません。頑張りましょうというエールでございました。以上、アートというわけ、会長さつきでした。 See you next time! Bye!